はい、どうも皆さんこんばんは、アレフシンです。今日はデッドバイデイライトの新キラー貞子使っていきたいと思います。はい、まあ正式名怨霊なんだけど、まあ怨霊、日本人で怨霊って呼ぶ人ゼロ人説やっぱみんな貞子のイメージがついてか、みんな貞子で呼びそう。はい、今日はこの新キラー貞子を使って、この貞子のウルトラレアアドオンを2つ使っていきたいと思います。よいしょ。いないね、いないね、いた、よいしょ。呪い、この貞子のウルトラレアアドオン2つ、1つがリモートコントロールってやつなんですけど、で、リモートコントロールは連射を使った後にいずれかのテレビの16メートル以内にいるビデオテープを持った生存者のオーラが7秒間表示されるっていう効果ですね。何？呪うよ。はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ。おー、止血剤使った、わざわざ、この野郎。オッケー。出た。それがリモートコントロールね。よいしょ。で、もう一つが、玉虫色のビデオテープ。こちらは、具現化して8秒以内に生存者を攻撃すると、連射によって電源が切れた、直近のテレビが4台電源オンになるという効果でございます。はい、まあ俺これ初めて使うんだけど、まあもうこの説明文読んだだけで分かるんだけど、まああんま強くないと思います。これいいでしょ、あんま強くないと思う、これ。あ、呪われた。オッケー。よいしょ、よいしょ、よいしょ。これ連射今したんだけど、これでもしどっかのテレビの16メートル以内にビデオテープを持っている生存者がいた場合、オーラが7秒間表示されるんだけど、ん？ちょっと微妙だよね、正直。よいしょ。生存者ってそんなビデオテープ持ってさ、長時間滞在しないっていうか、基本的にビデオテープ取ったらどっかのね、その対象の入れに行けっていうテレビにビデオ入れに行くから、よいしょ。あんまり、にょん、にょん、よいしょ。あんまり発動する機会がないんじゃないかなって思うのと、発動しても大して強くないんじゃないかなっていう印象でしょ。だ、玉虫色のビデオテープの方は具現化して8秒以内に生存者攻撃すると、まあ、連射によって電源が切れた直近のテレビが4台も電源オンになるから、まあ、うまく使えば、まあ、その連射するとそのテレビって、だいたい、100秒、1分40秒だから、そう、100秒ね、立たないとテレビが再度つくことはないんだけど、電源が入らないんだけど、よいしょ。うまく、これ使えば、まあテレビじゃんじゃん使ってもじゃんじゃんまた電源入れることができるから強いかな。でもあんまテレビ電源そんなポンポンついたってってなところはあるんだよね、正直。ちょっとついた、はい。でこれ今具現化してから8秒以内に殴れたから、ほらテレビがついてるね、こういうことだよね、要はね。よいしょ。今連射してここに来てるから、このテレビは本来100秒間電源つかないはずなんだけど、玉虫色のビデオテープの効果で具現化して8秒以内に生存者殴ることができたから即ついたんだね、直近の4台だから。よいしょ。
だからジャンジャンワープする戦術が合ってんのかもな。こうやって呪いためまくるんだな。 OK、 こうやって呪いためまくるのがいいんだろうな。で具現化成功したから、ほら、こういうのがいいんだろうな多分な。 OK、 殴るの成功してるからまたあそこ具現化してる。あ、これでじゃんじゃん呪い貯めていくんだきっと。あ、なるほど、これは強いかも。これ生存者かなり呪われてんじゃないか、これ、これかなり呪われてんじゃない。あそこテレビ切ったかも。あ、なるほどね、こういう使い方をしろってことなんだわ。要はあーデッドアド、くそー、にょん、あいたー呪い、なるほどね、はい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 、これ扱いむずいけど、うまく使いこなしたらちょっと強いかも。よいしょ、ダメだ、マップ上のテレビどこもねえや。何よいしょ、これうまく具現化して殴、8秒以内に殴ってを繰り返すことができれば、どんどんテレビつけるから、つけれるから。何ボロ足りないのにそれするんかい。見てて、ええよ、結構呪い溜まってんじゃない、もう。 OK、 4台直った。 OK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 、 よいしょよいしょ、こういうこと、こういうこと、こういうことだよね、つまりね、こういうことだよ、こういうことだよね。テレビにワープしてでもいい、何でもいいんだけど具現化して殴ってテレビ復活させて呪いをじゃん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 貯めていくっていう。ほら溜まってる呪いが。よしよしよし、こういうことだ。あ、こっちは強いわ、玉虫色のビデオテープは強いな。リモートコントロールの方はちょっと微妙だけど、オッケー、これでさ、ほら、これ呪いって、まあ、最大そのマックス7なんだけど、7メモリなんだけど、なかなか7まで貯めるのって難しいんですよ。ほら来た、7まで貯めるのってすごい難しいんだけど、テレビ連射、テレビに連射することで16メートル以内にいる生存者が呪い1貯まるんですよ。でこのウルトラレアドーン玉虫色のビデオテープの方は、それでテレビをじゃんじゃん復活させて電源をつけさせて、で呪いをモリモリ貯めていくっていうアドーンなんだわ。先ほども説明しましたけど、本来だったらビデオテープ、あ、じゃあ連射してテレビの電源が切れた際に、1分40秒かかるんだよね、時間が、再度テレビがつくまで。でもこれだったらじゃんじゃんつけれるから、電源もりもり呪いを貯めれるってことなんだよね、つまりは。そういうウルトラレアドーンなんだろうな、きっと。でしょで、2人も呪えたもん。これで16メートル以内だよね。
しょ。いいよいいよいいよ。これ呪い殺せるんじゃない、これ。ちょっと待って、具現化したあと8秒以内だから別に無理に念写しなくても、これで殴ったっていい。ほらこれでテレビ復活してるでしょ。であっち行ってるじゃん、そこ念写すんのよ。そうすると呪い溜まるから、今この人呪い溜まってる。よしよし、これ呪い殺せるぞ多分。あそこ行け、あそこ行け、あっち行け、あっち行け、あっち行け。これで呪いが進む。今呪い進んでますね。よしよしよし、ビュン。ここでテレビまた復活しましたね。いる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 、にょいん。ほらこういう使い方なんだ。あ、ごめんなさい、評価を改めます。ウルトラレアドン強いです。リモートコントロールも序盤はゴミだけど後半効いてきますね。リモートコントロールは念写を使った後にテレビの16メートル以内にいるビデオテープを持った生存者がオーラ7秒間表示されるだけど、序盤は誰もビデオテープを取らないから、テレビの近くに寄らないからオーラが映りようもないんだけど、玉むしろのビデオテープを使ってバンバン呪いを振りまいてったら、生存者が呪いを解くためにいろんなテレビに走り回っていくから、だからリモートコントロールが刺さりやすくなってくるんだ後半。なるほど、これ面白いな。こんなか、いないな、どこ行ったんだろう。説明に夢中で、あ、いた、よいしょ。3人も呪い殺すことができた。え、めちゃくちゃ強いね。よいしょ。はい、てな感じでいかがだったでしょうか。今日は、貞子のウルトラレアアドオン、リモートコントロールと玉むしろのビデオテープを使ってみたんですけども、はい、まあ、その序盤はあまり効果がないのでぶっちゃけゴミかなと思ったんだけど、まあ、使い方が分かってきて、ごめん初めて使うからね、ごめんなさい、予習してこいって話したんだけど、ごめんね、あの初めて使うからちょっと微妙かなと思ったんだけど、こう使いこなしていくとか使い慣れていくうちに本当の強さに気づいたね。なんかそのカタログスペック的にその一撃になるとかの方が強いなっていう考えだったんだけど、これは普通になんかまさに貞子にちょうどいい能力というか、はい、あのめちゃめちゃその呪いを振りまくことができて、かつその玉むしろのビデオテープで、じゃんじゃん呪いを振りまいていき、リモートコントロールがそれを補助してうまい具合にどんどん追い詰めていく、じわじわとって感じなんで、はい、なんか爆発的なドーンみたいな強さはないんだけど、これ持ってこられたら生存者は立ち回りが苦しくなるなっていう、非常になんか怖いウルアドだなと思いました。以上でございます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。バイビー。